はい、皆さん、こんにちは。下村武司でございます。今回確認していく内容は、脅迫症とその治療、脅迫性障害とその治療について確認していきます。脅迫症、脅迫性障害というのは不安障害の一種となっているんですが、一体どんな疾患なのか、そしてどうやって治療していくのかってことを今回確認していきます。じゃあ、この脅迫症なんですが、一体どんな疾患かというと、こんな風にイメージしてください。家に鍵をかけ忘れたかもしれないって不安になって家に戻る。 で、またですね、パーッと出かけて、やっぱり鍵かけ忘れたかもしれないって、家に戻ってしまう。まあそういったことをね、繰り返して、そして生活に支障が現れる。まあこういったのね、脅迫性障害と言ったりとか、あとは物の配置なんかにすごくこだわりがあって、それによって生活に支障が出てくる。こういったものを脅迫症、強迫性障害と言っていくということです。じゃあ病態なんですがどうかというと、病態こうなってますね。自分ではつまらないことだとわかっていても、そのことが頭から離れない。 ね、この頭から離れない、こういった事象を脅迫関連と言っていくということです。で、あとはね、分かっていても何度も同じ確認をしてしまう。それによって日常生活に支障をきたすということで、脅迫関連に伴って脅迫行動、まあ、何回も同じ行動をしてしまって、そしてそれによって日常生活に支障をきたす。こういったものを脅迫症、脅迫性障害と言っていくとされております。ちなみにですね、世界保健機関 WHO なんですが、このね、脅迫症、脅迫性障害を 日常生活に支障をきたす疾患の重大疾患の一つというふうに言っていますので、まあかなり日常生活に支障をきたすことになるということです。じゃあどういったですね、脅迫観念脅迫行動があるかというと、ここにですね、具体的なものを挙げております。まずは、不潔恐怖と戦場です。 何かにね、手を触れてしまった。それによって手が汚れてるかもしれないと不安になって何回も手を洗ってしまう。まあこういったのが不潔恐怖と戦場と言われるものになります。あとは確認行為ですね。合戦、戸締まり忘れたかもしれないってなって何回も確認してしまう。あとは儀式行為です。決めた手順で物事を行わないと何か起こってしまうんじゃないかということで決めた手順じゃないと物事を行うことができない。まあそういったのを儀式行為と言ってると。 あとは数字へのこだわりですね。不吉な数字、不運な数字、異常にこだわるというですね。まあ、こんなのがあったりとか。あとは加害恐怖なんかがあります。誰かに迷惑かけたんじゃないか。あの行動が何かなってるんじゃないかとなってですね。それによって、事件とか事故。まあ、こういった情報ですね。過剰に調べてしまう。ネットとかですね。新聞とかで事件とか事故になってないかな。ある人に迷惑かけてないかなと、すごい調べてしまう。こういったね、加害恐怖が現れたりとか。あとは物の配置などへのこだわり。 ものの配置が異なると不安になる。まあ、こういったのを脅迫関連、脅迫行動としているということです。じゃあ、この脅迫症なんですが、何で起こってくるかというと、病院としてはセロトニンの機能不全ですね。まあ、このセロトニンの機能不全、これによって不安を感じるということがありますんで、脅迫症、脅迫障害っていうのは、セロトニン、これがうまく働いてない可能性があるとされているということと、あとは前頭葉と線状体の神経回路の異常。 あとは遺伝的要因なんかが関与しているんじゃないかなとされております。まあ、これが病院についてのお話です。はい、じゃあ続いては治療方針なんですが、どんな治療を行うかというと、認知行動療法という行動療法、もしくは薬物療法なんかを行っていきます。 ま、症状ひどいときは、まずはですね、薬物療法で症状を安定させて、そして認知行動療法を行っていくのがいいとされているということです。じゃあ、どんなお薬使うかというと、セロトニンの機能不全ですね、これが関与しているということになりますんで、セロトニンの機能を高めるですね、セロトニン再取り込み素早く SSRI なんかを用いていくということなんですね。パキシル、パロキセチンとか、あとルボックス、フルボキサミンなんかを用いていくとされています。まあ、SRI、日本ではですね、他にもあるんですが、他のお薬はですね、 この強迫性障害に適用がありませんので、強迫性障害何に何使うかって言われたら、パキシル、ルボックス、これを選択していくということになります。まあ、他のね SSRI として、j イドロフトとかですね、あとは、レクサプロというのがありますが、j イドロフトとレクサプロは適用がありませんので、強迫性障害何に何使うってなったら、パキシル、ルボックスを選択していくということになります。まあ、これによって症状を安定させていく。 ただ、このパキシルルボックス、これを使ってもあんまり症状は安定しないってなった時に、エビリファインなんかを追加していくことがあります。アリピプラゾールなんかを追加することあるんだよっていうことですね。 で、こんな感じで薬物療法を行って症状を安定してきた。じゃあその後何するかというと、その後認知行動療法なんかを行っていきます。方法としては、曝露反応妨害法なんてのを行っていきますね。じゃあこの曝露反応妨害法、一体どういったものかというと、このようにされています。脅迫関連により誘発される脅迫行動を我慢する。 それによって不安が徐々に弱くなって、そして時間の経過とともに脅迫行動をしなくて済むようにしていく。これがですね、爆破反応妨害法と言われるものになります。まあ、この脅迫性障害、脅迫症、何が問題かというと、脅迫観念ですね。これによって不安を感じると。で、その不安を感じることによって、脅迫行動を行って不安を解消するってことを行っているんですね。 で、それをするとですね、ずっとですね、この脅迫行動をですね、行わなきゃいけなくなって、生活に支障があるよねってことになるわけです。じゃあ、このマクロ反応妨害法を何するかというと、 強迫関連は相手も、強迫行動を我慢するように言うんですね。で、我慢しているうちに、あ、不安を感じないよねってなっていって、そして強迫行動が減ってですね、それに伴って日常生活の支障、これを改善することができるよねっていうね、そんな方法が、暴露反応妨害法と言われるものになります。なので、この暴露反応妨害法、これを行うことによって、 脅迫行動ですね。これの回数が減って、そして日常生活が元にどん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 戻っていくとされていますんで、このですね、認知行動療法の枕反応妨害法なんかもすごく重要な方法とされているということです。ということで今回ね、何見ていったかというと、今回は脅迫症とその治療を見ていきましたが、脅迫症、どういった疾患なのか、そしてどのような薬物を用いていくのか、どんな治療法を用いるのかってことを確認してもらって、適切に治療を進めれるようになってください。それではまた。